知らない人と話してはいけません。知らない人と話してはいけません。あ、困るよ君。大丈夫？怪我してない？命は大切にしなければなりません。命は大切にしなければなりません。ちょっとどうしたの？すいません、ちょっとぶつかっちゃって。シュー、何してんだよ。何、知り合い？弟なんです。弟？どうするつもりこれ。もう店には来させませんから。あと片付けといてね。悪い、もう少し待ってて。いい。シュは先帰ってろ。はい、わかりました。自由にしろです。前科があるものはいないようです。徳永さん、工場の敷地内で血痕が見つかったようです。そうか、すぐに向かってくれ。はい、はい。驚いた。普段はあんなことするやつじゃないんだ。周りは障害者だって変な目で見るけど、仕事だって真面目にするし、家のことだって。私ってそんなに信用できない？俺には弟がいる。工場で働いてる。それから浩平が私に話してくれたのはそれだけだった。ごめん、責めてるつもりじゃないの。ただもっと知りたいの、浩平のこと。いいところも悪いところも全部。何聞いたって嫌いになんかならない。例えば俺が、いや、何でもない。これから俺ん家来いよ。ちゃんと弟を紹介するからさ。シュー、何やってんだよ。風邪ひくだろ。こんにちは、周平君だよね。知らない人と話してはいけません。知らない人と話してはいけません。私、浩平と同じ大学のね。まなみは知らない人じゃないよ。私、今日から周平君の友達。友達？そう、よろしくね。お邪魔します。今日は友達になった記念にカレーを作ります。あ、ごめん、ありがとう。198 178 197 139 139 135 318。それ、ここに書いてある値段、
一瞬で覚えたの？こいつ数字を覚えるのだけは人並み以上なんだ。すごいね周平君、すごいね。おいしい？よかった。おいしくなかった？いや、うまいよ。周平君にちょっと聞いてみたいことがあるんだけど。周に？うん。いいけど、あんま難しいことわかんねえよ。大丈夫。周平君。周。周平君。君の命は誰のもの？兄ちゃん。やっぱり。なんだよその質問。この前習ったの。四五歳の幼児に今と同じ質問をすると大体ママって答えるんだって。子供にとってはママが全て、ママが世界の中心だから、周平君にとって公平はママ代わり、絶対的な存在ってわけ。だからといって自分の命は誰のものでもないけどね。命は大切にしなければなりません。死んだおふくろが口うるさく言ってたんだ。だからこいつの前じゃ虫一匹殺せない。そっか。お母さんの教えならしっかり守らないとね。うん。